んにちは、オルスプセサちゃん。今日はメデイン台湾のコーナーです。私は今ゾーインさんにいます。ここから1時間で東高尾に着くことができます。今日は高尾の人も知らない高尾を皆さんにお届けしたいと思います。は台湾のエスニックグループの一つであるハッカの方が多く住み、ハッカ料理や独特の布地などのほか、伝統的なしきたりなど有形無形のハッカ文化のふるさととして知られています。今私が体験に来ているのはじゃじゃーん、レイチャです。お茶は三国時代から親しまれている歴史あるお茶で、その名の通り雑穀や豆などをすってお湯を入れてレンゲでいただく食べるお茶なんです。冷茶はとても香り高く、美容と健康にもとってもいいお茶なんです。こんな雰囲気のあるお店でいただくお茶は格別ですよね。やってきました。ここは500体もの羅漢があり、一体一体のお顔や動作が全部違っているので、ここに来れば必ず自分そっくりの羅漢に出会えることができると言われてます。似てるかなわー、すごいカラフル、とっても綺麗ですね。わー、ここに来るまで入り口から100メートルぐらいするんですけど、もうお寺に入った瞬間からずっとクスノキのいい匂いがするんですよ。なんとこのいい匂いの正体がこちら、この仏様なんです。この仏様のお体が全身1本のクスノキでできていて、なんとこのサイズアジア最大になるんです。すごい。わー、すごい、もう息を呑むような、わー、圧巻ですね。もう言葉が出ないとはまさにこのことです。わー、こんな立派な仏様は本当にめったに見られないので、自分は今日ここに来れて本当に感動してます。自分自身もこの氷炭の芸術品を見ること自体が初めてだと思うんですけど、さっきいろいろな展示品を見て、氷炭ってこんなに綺麗で可愛くおしゃれになるんだと思ってびっくりしました。しかも、 もう全部先生の手作業なので、もうハンドメイドです。びっくりです。もうあっと驚かされるものばかりでしたよね。でこの氷炭はもともと古くから縁起があるものとして風水アイテムとしても人気があるものなんですけども、この由来が葫芦の中国語の発音が葫芦っていう、あの幸福を表した中国語の発音に似ていることからだそうです。で今日は私もこの氷炭ランプ作りに挑戦したいと思います。これは本当にほとんどの台湾の方が体験したことがないことだと思うので楽しみです。わーい、皆さん私が何を彫ってるか分かりますか？少女です。これ本当に力加減が難しくて、ちょっと力の具合が違うだけで穴の大きさが変わってしまうんですよ。うわー、これ本当に難しいんですよ、この力加減。うわー、ライトアップすると感動しますね。
来ました。板橋、板橋は台湾でもおなじみな食べ物なんですけど、こんなカラフルのは初めて見ました。うん、見ただけでテンション上がっちゃいますよね。超インスタ映え。じゃあ早速いただきたいと思います。とあのカラフルなそうめんもあるんですけど、こんな透き通ったのは見たことがないです。この透き通ってるのがまたいいですよね。すごい涼しさを演出してくれてます。いただきます。もうツルツル、もうすごい、もうプルプル、もちもちしててすごい美味しいです。すごい涼しい。初めてのデザインポストです。やっぱり台湾といえばスイーツですよね。ここは里芋が有名なんですよ。じゃじゃん。じゃあちょっとアイスからいただきたいと思います。いただきます。とっても濃厚、美味しい。あとこれ、これ、これも外せないです。これはインミュエンっていうものなんですけど、このもちもちした食感が大好きなんです。これは本当にタピオカが好きな人は絶対好きになります。本当おすすめです。今から小さな食べ歩きを満喫したいと思います。まず一つ目にゲットしたのがじゃじゃん、豆干ハンバーグ。豆干は食べたことがあるんですけど、この豆干が丸ごとハンバーガーになってるのは初めて見ました。超ユニーク。ここシーサンラオチューはタコでとっても有名な古い町並みです。台湾のこういった町並みの周辺にはよくお寺があることが多いんですけども、こうやって人々の生活にとても馴染んでいますよね。こうゆったりとした雰囲気の中のたくさんのグルメ、本当最高ですね。あ、そうそう、ここはバナナもとっても有名なんですよ。これはタンジョンタンっていう小吃なんですけど、一般のチータンカオベビーカステラとは全く違うタイプのケーキです。あったかい。でこう中を割ってみると、お、わーすごい、とろーり、美味しそう。皆さん台湾に来たら絶対食べたいフルーツは何ですか？あと今日本で一番流行ってる台湾のものといえば、じゃじゃーん、その欲張りな夢が叶った一品がこちら、マンゴータピオカアイス。わー美味しそう。たくさんアイス食べたんですけど、本当に種類が多すぎて全部食べたくなっちゃうんですよ。でこちらはバナナチョコアイスバー、じゃじゃーん。これもすごい評判がいいみたいです。いただきます。バナナ色、おいしい。高尾には何回も来たことがあるんですけど、この東高尾は今回が初めてで、台湾の方でも知らないようなものをたくさん見たり学んだり体験できたので、とっても楽しかったです。もともとこのメイドイン台湾のこのコーナーも、外国の方に台湾を紹介したいだけではなく、台湾の方にももっと台湾を知ってもらいたいなっていう気持ちでやっているので、ぜひ皆さんにも一度足を運んでいただけたらとても嬉しいです。ではでは今回の動画はここまでです。もし私たちの動画が面白いと思ってくれた方は、ぜひぜひ高評価、チャンネル登録、あとコメントもお待ちしております。あと Facebook、Instagram も毎日日本語と中国語で投稿しておりますので、ぜひぜひフォローの方もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。